皆さんお元気ですか？私は東京ホライズンチャペルの渡辺です。今日は3月26日木曜日、列王記第1第2章の1節から12節までで、主の戒めを守ることについて焦点を置いてお話をしていきたいと思います。死は避けることができない現実です。旅立つ人がいて、そして残される人がいます。旅立つ人は残される人のために遺言状を書きます。そしてその遺言の言葉は尊ばなければなりません。ダビデの死の日が近づいた時、彼は息子ソロモンに次のように語ったと、彼は遺言を残します。さあ、一体ダビデはどのような遺言をソロモンに残すのでしょうか。私たちが旅立つときに残されたものに、私たちはどんな遺言を残していったらよいのでしょうか。それぞれに違うと思いますけれども、今日はまずダビデの遺言に目を向けてみましょう。列王記第1、2章、1節から12節。ダビデの死ぬ日が近づいたとき、彼は息子のソロモンに次のように言いつけた。私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。強く男らしくありなさい。あなたの神、主の戒めを守り、モーセの律法に書かれている通りに、主の掟と命令と定めと諭しとを守って、主の道を歩まなければならない。あなたが何をしても、どこへ行っても、栄えるためである。そうすれば、主は私について語られた約束を果たしてくださろう。すなわち、もし、あなたの息子たちが、彼らの道を守り、心を尽くし、精神を尽くして、誠実をもって私の前を歩むなら、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれない。また、あなたはツェルヤの子ヨアブが私にしたこと、すなわち彼がイスラエルの二人の将軍、ネルの子アブネルとエテルの子アマサトにしたことを知っている。彼は彼らを虐殺し、平和な時に戦いの血を流し、自分の腰の帯と足の靴に戦いの血をつけたのだ。だからあなたは自分の知恵に従って行動しなさい。彼の白髪頭を安らかに黄泉に下らせてはならない。しかしギルアデ人バルジライの子らには恵みを施してやり、彼らをあなたの食事の席に連ならせなさい。私があなたの兄弟アブシャロムの前から逃げたとき、彼らは私の近くに来てくれたからだ。またあなたのそばにはバフリムの出のベニヤミン人ゲラの子シムイがいる。彼は私がマハナイムに行ったとき、非常に激しく私を呪った。しかし、彼は私を迎えにヨルダン川に下ってきたので、私は主にかけて、あなたを剣で殺さないと言って彼に誓った。だが今は彼を罪のない者としてはならない。あなたは知恵のある人だから、彼にどうすれば、
彼の白髪頭を血に染めて黄泉に下らせるかを知るようになろう。こうしてダビデは彼の先祖たちと共に眠り、ダビデの町に葬られた。ダビデがイスラエルの王であった期間は40年であった。ヘブロンで7年治め、エルサレムで33年治めた。ソロモンは父ダビデの王座につき、その王位は確立した。ダビデは息子ソロモンを呼び寄せ、そして王となったソロモンに遺言を伝えるわけですけれども、遺言を伝える前に2つのことをソロモンに言いました。第1番目に2節、私は世のすべての人の行く道を行こうとしている、すなわちダビデの生涯はもうすぐ閉じようとしているんだということをソロモンに悟らせました。もちろんソロモンはそのことを知っていますけれども、父自らの口でそのように言われたということはソロモンにとって少なからずもショックだったのではないでしょうか。私はもうあなたのもとを去っていなくなるんだよということですね。そのソロモンに向かってダビデはもう一つ求めました。それは強く男らしくありなさい、私が去った後もあなたはしっかりとしていなさい、そしてしっかりと仕事をしなさいということでしょうね。確かにダビデは去っていきます。そしてソロモンは残されます。そしてそのソロモンに求められたことはしっかりと立つということでした。そのことを語った後でダビデはソロモンに3つのことを語ります。第1番目、まず3節ですね。あなたの神主の戒めを守り、モーセの律法に書かれている通りに主の掟と命令と定めと諭しを守って主の道を歩かなければならない。あなたが何をしてもどこへ行っても栄えるためである。この王国が続くためには、そしてあなたがすることが栄えるためには、主の戒めを守り、そしてモーセの律法に従う、右にもそれず左にもそれず、ただただ一心にその律法を見続け学び、それを実行することだとダビデはソロモンを諭します。そうすれば4節、主は私について語られた約束を果たしてくださるであろう。すなわち、もしあなたの息子たちが、彼らの道を守り、心を尽くし精神を尽くして誠実をもって私の前を歩むなら、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれない。ダビデが亡くなった後、誰がその王位を継ぐのでしょうか。ソロモンです。ソロモンが亡くなった後、誰がその王位を継ぐのでしょうか。もちろんダビデの家につながる者がその王位を継いでいく、そのことが主に従うことによって約束されているということなのですね。ダビデはそのことをまずソロモンに諭しました。そして2番目ですけれども、ダビデの心を踏みにじった人々を許してはいけないということを言います。5節を見ると、またあなたはツェルヤの子ヨアブが私にしたこと、すなわち彼がイスラエルの2人の将軍ネルの子アブネルとエテルの子アマサとにしたことを知っている。彼は彼らを虐殺し、平和な時に戦いの血を流し、自分の腰の帯と足の靴に戦いの血をつけたのだ。だからあなたは自分の知恵に従って行動しなさい。要するにソロモンよ、あなたはあなたがなすべきことを知っているでしょう。彼の白髪頭を安らかに黄泉に下らせてはならないと言って、ヨアブのことを裁くようにソロモンに伝えました。もう一人ダビデの心にそぐわない人がいました。それは8節ですね。またあなたのそばにはバフリムの出のベニヤミン人ゲラの子シムイがいる。彼は私がマハナイムに行った時、非常に激しく私を呪った。この非常に激しくという言葉に目を留めてください。ただ呪ったというのであるならば、それは本当に許されることかもしれない。確かにダビデはこの人を許しています。しかしダビデは覚えていた。ダビデのことを非常に激しく呪った。彼がダビデの前に悔いて謝ったのは一時的なことである。彼は
ダビデ家に対して牙を剥く存在であるということをダビデはよく知っていました。しかし彼は私を迎えにヨルダン川に下ってきたので、私は主にかけてあなたを剣で殺さないと言って彼に誓った。だが今は彼を罪のないものとしてはならない。あなたは知恵のある人だから、彼にどうすれば彼の白髪頭を血に染めて黄泉に下らせるかを知るようになろう。随分とおぞましいですね。ダビデは人を許さないんだろうか。信仰者は人を許すべきですというのが当たり前の、メッセージですけれども、ダビデは決してこの二人、ヨアブとシムイを許そうとしていない。自分でその罪に対して裁きを下すのではなくして、自分の息子に対してそれをするように言うわけですけれども。おそらくこれはダビデ個人の恨み、つらみ、怒りというものを超えたことであろうと思います。この二人はダビデに組することをしませんでした。ヨアブはダビデに対して反乱を起こそうとしましたね。そしてこのシムイはダビデを非常に激しく呪った。ダビデ家がこの二人によって滅ぼされてしまうかもしれない。もしダビデの家が滅ぼされてしまったとしたならば、イスラエルとユダの統一国家も滅びてしまうかもしれない。これは国家的な災難をこの二人はもたらすかもしれないということに対する恐れだったわけです。3番目に、善に対しては善で報いるようにとダビデはソロモンを諭します。7節です。しかしギルアデ人バルジライの子らには恵みを施してやり、彼らをあなたの食事の席に連なさない。私があなたの兄弟アブシャルの前から逃げた時、彼らは私の近くに来てくれたからだ。ダビデを助けた、ダビデを補佐したんだということですね。召される時が近づいたダビデ、それを知ってダビデは心の思いを息子ソロモンに語ります。それは遺言という形で、ソロモンはそれを実行する必要があるわけです。男らしくあるということは、語られた言葉、その遺言の言葉を実行するということですね。ダビデの死ぬ日が近づいたとき、彼は息子ソロモンを召し出しました。私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。強く男らしくありなさい。強く男らしくありなさいとはどういうことでしょうか。それは信仰に立ちなさい、主を信じて立ち上がりなさいということですね。誰でも主を逃れることはできません。自分が受けてきた祝福を次の世代に伝えていく。そしてその祝福を引き継いでもらう。その引き継ぎの責任を私たちクリスチャンは負っているのではないでしょうか。神様が私を祝福してくれた。いろいろなところを通されたけれども、神は私を祝福し、私を導き、私を助けてくれた。この祝福を次の世代に伝える。それが私たちに対して残されている言葉ではないでしょうか。そのためにはどうしても強く信仰に立たなければなりません。主の戒め、そして私たちの心にある祈りのような願いといいましょうか。未来に対する希望、またビジョン、幻のようなものですね。今までしてきたことが自分のところで終わってしまうのではなくして、これがさらなる飛躍を遂げ、そして素晴らしい祝福となってこのように還元されていく、そのような世界を夢見るというのは間違ってはいないと思います。祝福は祝福へと、幸福は幸福へと、神様の御言葉は前進します。お祈りします。愛する主を感謝をいたします。あなたはその御手をもって私たちを救ってくださいました。私たちを神の子とし、
天来の祝福をもって私たちを祝福し導いてくださいました。誰でも負っているところがあります。しかし神様は私たちを助けてくださいます。どうか私たちに与えられている役割をしっかりと全うすることができますように、神のしもべとして、神の奉仕者として、神に栄光を期し、人々に祝福を述べ伝えていくことができますように、今日も私たちの働きを祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。We'll be right back.